茨城祭りは、茨城県東茨城郡茨城町で、毎年11月上旬に行われている祭りである。茨城町最大のビッグイベント。1996年まで夏季に行われていた、真夏の祭典ふるさとふれあい祭りと、同年周期に行われていた、茨城町商工祭が1997年に、リニューアルして、茨城祭りに統合。当初は夏と秋。 年2回の開催であったが2000年以降は秋のみの開催となって現在に至る。イベントはメインのステージイベントのほか70を超す出店数、茨城町産の農産品の販売。祭りの最後はフィナーレ花火で盛大に盛り上げる。原則としてイベントは雨天でも開催するが、好天となった場合は開催中止となる。イベントの開催回数は前身の ふるさとふれあいまつりの第1回からの通算回数となっている。本祭のメインイベント。その年の戦隊シリーズのキャラクターによる賞や、町内の各団体による伝統芸能。モノマネタレントの歌謡賞や、アイドルグループなどのゲストライブ、模擬上等式茨城町温度、ビンゴゲーム大会などの来場者参加型イベントなどが行われる。町内各地のみこし、出しが、 茨城町役場前通りを歩行者天国にして渡御する。夏の部中止以降は行われていない。夏の部の最後を飾ったイベント。夏の部中止以降は秋の部に取り入れられたが、2000年秋の会では実施されず、同年年末から年明けのニューイヤー花火大会で大体開催となった。2001年の会をもって終了。2012年2月11日に、 茨城町商工会青年部主催で開催されたキラリ冬花火未来を担う子供たちへが好評であったことから2012年の本祭のフィナーレイベントにそれを取り入れる形として11年ぶりに復活した関東地区では11月に開催される数少ない花火大会である当初は10分程度の開催ではあったが2018年現在では30分 程度打ち上げを行っている。ラストは、ミュージックスターマインを打ち上げて本際は幕を下ろす。ありがとうございます。